おはようございます。やんちゃです。2023年8月11日金曜日の朝です。タイマー15分よいしょ。15分の朝ですタイマーでカウントダウン開始します。久しぶりだな朝ですタイマーお願いします。運動ほいやりますか。タイマー3分15秒3分15秒のカウントダウン。はい、お願いします。今日の天気、23時ごろ雨が降ります。そうなんだ今日曇り時々晴れですけどね。明日から5日間は雨っぽいですね。台風が来てんですよね、7号が。でまだ南の方ですけど、このまま行くと土日月はまだ海、火曜ぐらいに浜松のあたりですかね、で暴風域に入るっぽいですね。東京のあたりは来週の水曜とかですかね、特に影響あるのは。なんかちょうど今日から3連休でお盆休みですけど、ちょうど重なっちゃって気の毒ですね。なんか早速帰省ラッシュとか起きてるみたいですけど、ね、台風が重なるとさらに、ね、道が混みそうだから。さて、長官、世界企業半年ぶり現役、ほう、中国の不振、素材化学系の企業に影響という感じですか。米テック金融が下支えしてるけど、物の方がダメっぽいですね。素材電気、なるほど。物の需要がちょっと減ってんですかね。いやー大変だ。あと何かな、昨日も言ってたけど、中国団体旅行80カ国で解禁、なるほど、3年半ぶり。あと何かな、指示待ち学校人育たずまた厳しいこと言ってる。外国にルーツのある生徒を対象にした公立中高一貫校が愛知に。へえ。日本語と母語を併用して力を引き出す。なるほどね。やっぱそういう感じになるんですか。へえ。あと何かな。米の対中規制新局面。人、物から投資に拡大。なるほど。軍事転用技術になりうるやつに投資するのを規制するとか、そういう話ですかね。 AI とか先端半導体とか、なるほど。やっぱじわじわきな臭くなってきますね。ぐーきつい。くー終わった。ふぎゃマジできついな。シュッシュ。はい、そしてけん玉よっとやりますか。今日もけん玉準初段の練習。まず止めけんから1分の0。よいしょ。あれなんかちょっと調子悪いな。2分の0。ほ、3分の1。よいしょ。4分の2。ほ、5分の3。よいしょ。6分の3。よいしょ。7分の3。やばいやばい、ちょっとやば。ほ、8分の4。よいしょ。9分の4。あとがない。よいしょ。10分の5。はい、クリア、なんとか。で次が飛行機。今日あんま風がないから行けと思うんだけど、と思ったら風吹いてきた。ほ、1分の0。
よっと、2分の0、よいしょ、3分の1、よっと、4分の1、よっと、5分の1、やばいやばい、ちょっと風吹いてきたな。ほ、6分の1、もう後がない。ほ、あーダメだ、7分の1、よっと、8分の1、よっと、9分の1、惜しかったな。よっと、10分の2。全然ダメだった。次フリケン、よっと、1分の0、ほ、2分の0、よっと、3分の1、よっと、4分の2、よっと、5分の3、は、6分の4、よいしょ、7分の4、ほ、8分の4、よっと、9分の4、また後がないな。よいしょっと、10分の4、ダメか。残念。よいしょ、はい、剣一周、1分の1、よいしょ、2分の2、よいしょ、3分の3、よいしょ、4分の4、はい。日本一周、小大剣、はい、2分の1、小大剣、3分の1、小大剣、4分の2、小大剣、5分の3、小大剣、6分の3、小大剣、7分の3、あと1回なんだけどな。ほ、よいしょ、 OK、 8分の4かな、4回で成功なんで。次世界一周、ほ、よし、1分の1。まあ一周系はだいぶ安定してきましたよね、前と比べるとね。2分の1、よいしょ、ほ、3分の2、よいしょ、あ、4分の2、油断してるとダメですね。ホールコントロールの何たるかはだいぶ分かってきた。うん、あと灯台、灯台今日もなんかさっきまで風なかったのに急に風が吹いてきたな。でも風があってもなんとか成功させられるんだよな、1回ぐらいは。よし、頑張ろう。風上に背を向けて、よいしょ、ダメか、1、よいしょ、うん、よいしょ、ほ、ダメか、2分の1、あ、2分の0、灯台だけはいつもね、よいしょ、ダメだ、3分の0、よいしょ、ほ、4分の0、これだよな、成功するときはするんだけど。よし、今4だよね、やばい、風が吹いてきちゃった。よし、ほ、ダメか、5、よいしょ、緊張感ある。次6回目、ダメだ、風が。よいしょ、あ、ダメか、ふう、もう一回、よいしょ、ダメか、7回、あと3回しかチャンスがない。よいしょ。どんぐらいこれ下準備に、この安定させたりする下準備に時間かけていいんですかね。その辺のレギュレーションも実はよく分かってない。よいしょ、ほ、ダメか、8回、あと2回連続で成功しないとダメだもんね。こうやって追い込まれたくないですよね、実際の試験の時にね。
よいしょ。ちょっと今日はやっぱ風が厳しすぎるな。ほっ。よいしょ。お、よし、9分の1。これはいいだろう。風があってもなんとか。よし、ラスト慎重にやろう。ほっ、ほっ、よし、これはいいんじゃないですか。10分の2。よっしゃ、慎重にやった甲斐があった。実際検定の時にこんなに時間かけられるか分かんないですけどね。そして剣先滑り、よいしょ、ほ、あれ。よいしょ、よいしょ、4回目。はい、4回目で成功。ふう、今日は灯台が成功したから良かったですね。はあ、はい、いいですね。ちょっと走り気味に言うと朝ですタイマーになるんですね。これ好き。はあ、さて、なんか母があのプロ野球が好きで、で阪神タイガースのファンなんですけど、だいたい毎日朝になるとコンビニに行って、あのデイリー何でしたっけ、あのスポーツ新聞のデイリーってあるじゃないですか。デイリー報知だっけ。忘れた。なんデイリーなんとか、デイリーでいいのかな、わかんないけど、デイリーがこう日課なんですね、買ってくるのが野球のシーズンに。でちょっと今風邪ひいてるから買いに行けないんで、ちょっと買いに行ってほしいってここ数日頼まれてるので、あのわしが買いに行ってるんですけど、今朝も買いに行って、でまあデイリー買うのはいいんですけど、デイリー買ってついでにあのヒカキンのラーメン味噌菌があるかなと思って見たんですけど、なんかもううちの最寄りのセブンイレブンはなんか品切れとかじゃなくて、そもそも入荷してないっぽいですね。もしかしたらなんかその店舗間のなんかその発注の力関係みたいなのがあるのかもしれないですね。多分うちの最寄りのセブンは直営店とかじゃないんで、オーナー店だから直営店よりは入荷力が弱いと思うんですよ。なんかパワーのある商材を大量に入荷するみたいなことができる政治力がないのかもしれない。いや全然セブンイレブンのフランチャイズと直営店の間にその仕入れパワーの違いがあるかどうかとか完全に想像でしかないんですけど、だってね、全国で発売とかっていう商材が一個も入ってないんですよ。だってそれどういう力学が働いたらそうなるのか気になりませんか。うちの最寄りのセブンはパワーが弱いということになってる、わしの中で。はい、はあ、もっと買い支えてやんないとダメなのかな、わかりませんけど、まあもう買えないもんはしょうがない。なんか複数店舗セブン以外もうちの周りに多分 5,6 店舗はコンビニあると思いますけど、全部回って味噌菌あるかなあるかなっていう風に探し回るほどの情熱はないので、ちょっともういいかなっていう感じになってきた。はあ、ヒカキンさんなんか前に味噌菌を発売してなんか一瞬で売り切れた時、なんか再販しますっていう動画を出したんですけど、その時に次はもう皆さんの需要にバッチリ応えられる量で再販したいと思いますとかって言ってて、ほうって思ったんですけど、やっぱひよってましたね。そう、別に多分ですけど、あれどこだろう、どこですかね、日清とかですかね、日清食品とかですけど、おそらくカップラーメンメーカーとタイアップして作ってるんでしょうから、ヒカキンの一存でそのロット数とか決めらんないですもんね、絶対ね。ヒカキンはあくまでそのレシピを作るときに監修しつつ、あと名前を貸す程度のことでしょうから、そのどれぐらいのロットで作るかはもう完全にメーカー側の商業的な都合でね、
確実に売り切れる量じゃないと作りたくないですもんね、きっとね。だってこれがね、なんか余っちゃうと結局最終的に何バッタ屋とかにガンガン流れて1個35円ですみたいな感じで売ることになっちゃうじゃないですかそういうのは嫌なんでしょうね、はい、結構そういうなんかバッタ屋でヒカキンが35円になってるとかっていうのはねバズりやすいですからね。それなんかメーカーにとってもあんまり良くないでしょうから、リスクは取れないっていうことなんでしょうね。はあ、まあ第3弾第4弾の入荷がまあもしかしたら年内にあるかもしれないので、そこで見かけたらまあ買おうかなそんな感じでした。はあ、あとなんかな、なんかやってたことあるかな、なんかいまいち具合悪いからなんかファイナルファンタジーとかもやる元気がなくてやれてないんですけど、代わりになんかゴロゴロしながらなんか読めるもんないかなと思って、あの小説家になろうっていうあのそこら辺の人が自分で書いた小説を投稿できるサイトがあって、まあ、そこでよくその投稿されてる小説とか読むんですけど、なんかいいのないかなって探してたら、なんかね、いつも探し方あるんですよね。なんか結構長めのランキングの上位50ぐらいに入っていて、かつあの文字数、総文字数が100万文字を超えてるっていう、ボリュームがあるっていうそういうとにかく量が読みたいので、あのとにかくたくさん書いて続いているものを読もうとする傾向にあるんですけど、その条件で探したらなんか結構前の作品なんですけど見落としてたやつがあって、おかしな転生かな、おかしな転生っていうやつ、なんかお菓子作り職人パティシエの人がなんか死んじゃって、で未練を残したまま死んじゃったからなんかよくわからないけどどこかの異世界に転生したみたいな異世界の貴族の子供に転生して、しかもなんか魔法が使えるみたいな、よくあるパターンですよねの話なんですけど、まあ、よくあるやつだなと思いながら読んでたんですけど、やっぱりなんかナローとかでもうめちゃくちゃいっぱい作品を読んでると、やっぱりその着想の時点ではありきたりなものが多いんですよね。でもその中でもやっぱりありきたりなんだけど読ませるねっていう作品がねいくつもあって、やっぱ最初のアイディアじゃないんだな、それを力にするなんか力量の方がやっぱ大事なんだな作品にとってっていうのをすごい思いますね。はい、だ構図としては他に小説家になろうで有名な名作と言われるあの本好きの下克上っていう作品があるんですけど、それはもう完結してて私も最後まで読んだんですけど、あれがめちゃくちゃ面白かったなと思ったんですが、このおかしな転生もなんかそれに近い感じで似たような構図なんですよね。本好きの下克上は本に並々ならぬ執着を持つ人がなんか異世界に転生して魔法が使えます、で本が好きなので本のない異世界に本をたくさん生み出すためのこう施策をやりまくってたらなんかいつの間にか出世しましたみたいな、そういう話でおかしな転生もまあ近い話ですよね。異世界に転生して砂糖とかもほとんどなくて、なんかスイーツっていう概念もなくて、なんかこんな世界でどうやって生きていったらみたいな、こうなったら自分で作るしかないみたいな、よくある内政チートっていうやつですね。あの、まあ、現代の地球世界で、まあ、よくある農業とかその治水とかその社会インフラに関する知識を使って中世っぽい異世界にそれを適用することによってこう内政を加速させていって自分のやりたい目的を達成するっていうパターンですよね。もうフレームワークなんだけど、これはお菓子が主題になってるというやつなんですね。これをなんか結構読んでて、まだかなり読んだ気がするけどまだ3分の1ぐらいですかね。結構面白かったですよ、はい、面白かったですよっていうかまだ読んでる途中ですけどね。
はあ、これってアニメ化とかしてんのかな。もしかしたらわしの気づかないところでアニメ化とかしてるかもしれないから、もししてたらちょっと見てみようかな。はい、という感じでしたと。さてと、やってたことはそんなもんですかね。今日から3日間休みなんですけどね、どうしようかなそろそろ体調もある程度回復してきたんで、また外をうろうろしようかな。もしかしてあのお盆休みで都内から車がたくさん出て行ってる可能性があるので、都内とか、まあ都内近郊のあたりの道路が空いてる可能性があるので、軽くバイクでざっと走ってくるのも面白いかもしれないですね。雨もね、夜11時頃まで降らないっていう一応予報なので、それがいいかもしれないですね。ちょっとざっと行ってきますか。あとガソリン価格がどうなってるのか気になりますね。一部のガソリンスタンドではガソリンがレギュラーで200円になってるとかって聞きましたからね。ちょっと足立区のガソリンスタンドがいくらか見てこようかな。はあ、こんな感じですね。さてと、今日のメインコンテンツじゃないですけど、昨日一昨日言ってたあの足立区基本計画の審議会の、一応公募委員に任命されたので、今月末8月31日からその審議会に参加することになるわけですけど、それに伴ってこれまでの経緯みたいなやつを一応こう予習していかないと、なんかね、当然読んできましたよねみたいな話になった時に、もちろん読んできましたよみたいな感じで取り繕うのも嫌なので、ある程度目を通しておく必要があるってことで、関連する文書3つ PDF でダウンロードしてきて Kindle スクライブに入れてきました。で、その3つが何かっていうと、1つは足立区基本構想っていうやつで、これは平成28年に策定された足立区30カ年計画ですね。平成28年から30年間、つまり平成58年までいや本当にそう書いてあるんですよ。平成58年までどういうふうに足立区を発展させていくかっていうことが書いてある文書で、これに伴って、7カ年ずつですね、基本的に7カ年ずつ小分けにして、そのマイルストーンを立てて、その基本構想を実現していくための細かい施策を作っていきましょうっていうのが足立区基本計画っていうやつ、それの2期ですね。わしが携わるのは第2期のやつなので、まず一つ足立区基本構想を読む必要があると。でもう一つが足立区基本計画の第1期のドキュメントを読む。でなんか7カ年ではあるんですけど、3年後ぐらいに1回改訂版っていうのが出てるので、改訂版を読む必要があるという感じで、その3つのドキュメントに関してちょっと読んでいきたいっていう感じですね。さあ、じゃあ足立区基本構想どういうものなのか見ていきますか。足立区基本構想は、足立区が目指すべき将来像とその実現に向けて街づくりを進めていく上での基本的な考え方や方向性、区民と行政がその内容を共有し同じ目標に向かって進むための指針の役割を担いますって書いてあるから、本来これは足立区民が全員読んでいることが望ましいわけですね足立区民60万人ぐらいいるわけですけど、さあ果たして何人が足立区基本構想を読んでいるでしょうか。はあ、どうでしょうね。60万人中600人読んでればいいんじゃねえかなっていうぐらいな気がするな。なんとなく6000人読んでるかな。多分6000人読んでないと思うんだよな。そういう意味では、はい、わしはかなり限られた人の一人なんじゃないでしょうか。縁があって読んでるだけだしね、わしも。平成28年当時ですよね、多分これがその策定された背景とかがあるわけですけど
区民参画による基本構想の検討だから、この基本構想の段階でも区民が参加してるっぽいですね、どうやら。しかも区民意見座談会っていうのが計158人、結構いますね。基本計画では区民からは2人なのにすごい。子育て世代とか40歳とかシニア世代とか20歳とか中高生も、あーへえ面白い。あーそういうことか、延べ158人かな。39名の委員で全体会が7回。うん、なんかそうですね、基本計画の流れとかなり近いですね。へえ、こんな感じで作ったんだ。はいはい。で、答申、答えるモースの答申、答申を作成して区長に引き渡すというのが基本的な流れでですね。はい、わかりました。そっか、昭和47年に足立区長期基本計画っていうのが作られて、でその後昭和53年に法定計画として最初の基本構想21世紀に向けてを取りまとめたそうですよなるほどね、20世紀の人たちが頑張ったわけだ。はい、ありがとうございます。で、平成4年の改定を経て平成16年に新たな基本構想を策定しました。で、その後28年、じゃあ別に30年ごとにやってるわけじゃないんだ。今回の基本構想が30年単位なだけで、30年サイクルで毎回やってるっていうわけでもないんですね、どうやらね。へえ、そうなんだ、そこは勘違いしてましたね。はいはいで、全基本構想っていうのは多分その平成4年のやつなのかな、多分。共同で築く力強い足立区の実現を基本理念。共同は、まあ、昨日も言ってましたけど、協力の協に働く、協力して働く、共同で築く力強い足立区の実現、うんうん。で、3つの将来像、魅力と個性のある美しい都市性生活都市、はい、あとは自立し支え合い安心して暮らせる安全都市、3つ目が人間力と文化力を育み活力あふれる文化都市。なるほどね、なんかそういう意味では結構達成されてんじゃないかなっていう気はしますよね。なんか魅力と個性あるかどうかはまあ別として、なんか安心して暮らせる安全都市にはなってきてるし、実際に。で、人間力と文化力を育み活力あふれる文化都市っていうのも、まあ、多分ですけど足立区がここ20年ぐらいでどんどん区内に大学を誘致して、もう3つか4つぐらい大学ができてるわけですけど、大学が無だったんですよ、大学がゼロだったところから4つぐらい大学のキャンパスができたっていうのは、多分この基本構想に基づく誘致が実を結んだ結果だと思うので、成果が出てるんですね。ほう、足立区は23区内第3位の面積を有し、そうですよね、どこだろう、他はでかいとこどこですか、練馬とか世田谷とかですか、分かんないですけど、荒川も走ってるよと。あとつくばエクスプレスとかね、鉄道のそうですよね、誘致とか整備とか、うん、そういうのを頑張りましたと。なるほどね、この30年を振り返ると結構そうですよね、変化の多い30年でしたよね。地下鉄8号線有楽町線の区内延伸ってどういうことでしたっけ。有楽町線ってどこ走ってるやつだっけ。有楽町なんでしょうけど、区内に来てたっけ、ちょっと分かんないな。あれ、なんかつくばエクスプレスと連絡っていうか直通になるって言ってたのは有楽町線でしたっけね、忘れちゃったけど、もしかしたらそれのことかもしれないですね。うん、あとは自立し支え合い安心して暮らせるっていうのは、類を見ないスピードで急速に高齢化が進んでいますと。
あとは人情味のある暖かい地域、はい。なるほどね。ああ、はいはい。地球温暖化、はいはい。足立区も環境負荷が少ない循環型社会を形成するためにゴミ資源化とかも頑張ってますと。あとは人間力とかはやっぱり大学の話をしてますね。大学の誘致、うん、はい、いいですね。はいはい。重点プロジェクトに基づく取り組みとボトルネック的課題解決の必要性。まあ課題は無数にあるから優先順位をつけて、まあ、いくつかの分野に絞って労力をまあ、投資しましょうっていう話なんでしょうけど、子ども暮らしまちづくり経営改革の4分野に優先的に取り組むと決めたみたいですね、どうやら。はいはい、なるほどね。じゃあ具体的には教育の質の向上による基礎学力の向上、うん、なんか最近中学校、足立区の中学校とかでもかなりなんか教育の力の入れ方が違っていて、なんかしかも何ですかね、底上げにかなり重点を置いてるっていうか、なんか落ちこぼれを出さないみたいな考え方なんでしょうね。すごい補習塾みたいなやつ、無料の補習塾みたいなやつをたくさん催していて、もうみんなでこうある程度の成績を維持していこうっていう気持ちがすごい伝わってきますよね。基礎学力の定着を進めるっていうのはそういうことなんでしょうね。あとは何、美味しい給食とか、足立区は給食が美味しいことで有名なんですよ。ちょっとこの間もなんだっけ、エビクリームライスだっけ足立区役所の上にあるレストランで食べられるやつですけど、給食が美味しいで有名なんですよね、はい、これもまあこの重点施策の一つだったわけですね。なるほどな。なんか今まで感じてた足立区へのこう印象みたいなものが、こう足立区がこう計画的にやってたことなんだなっていうことがこういうのを読むと分かって、なんか楽しいですね。なのでもしかしたら皆さんこうお住まいの地域にそれぞれ基本計画っていうのがあるかもしれないから、読んでみると面白いかもしれないですよ。あれってこれだったんだっていうのが分かる可能性があるそういうのは面白いかもしれないですね、うん、そうやってなんか自分の住んでるところのこういう施策と自分の実感みたいなものをこうすり合わせて感想を述べていくっていうのも、こう行政にとってのフィードバックとして結構大事なのかもしれないなという気がしてきましたね。なんか結構時間経っちゃったね、もうやめるか今日はちょっと読みながら、なんか読みながらこう撮影が進むみたいな感じになっちゃったけど、明日以降はちょっとある程度要約してちょっと述べていきたいなと思います、はい、じゃあ適当にお昼ご飯食べたらブラッとスクーターで散策っていうかプチ通してきますね。バイバイピー。